すみません、ベルさん。掃除を手伝ってもらうことになっちゃって。大丈夫ですよ。早く終わらせて、お祭りに行きましょう。ベルさん頼もしいです。あの、近いですって。たまには、二人きりでお祭りを楽しんでもいいんじゃないかな、って思いますよ。恋人みたいに。いや。もう、そんなに照れないでください。ベルさん？聞いてます？青い馬。え？ベルさん、大丈夫ですか？そんな顔せんとな、よう似合っとるって。そうっすよ、ベートさん、自分なんかに比べたら。んなもん慰めになるか。この格好で外を歩けなんざ何の拷問だ。でも今回はどうしてもベートさんにってロキが。だってウェアウルフとか半人半妖みたいなもんや。それが悪魔狩りの衣装、めっちゃ燃える設定やろ。わけわかんねえことぬかすな。レアウルフを何だと思ってんだてめえは。諦めろ、ベート。このファミリアにいる以上、ロキの気まぐれに付き合うのは持ち回りのようなものだ。それに今回はデメテルファミリアの豊作を祝う催しの一環。かのファミリアとは我々も無関係ではいられん。さあさあ、オラリオ中の子供が仮装して夜の街を練り歩く。デメテル、ほんまおもろい祭り考えてくれたわ。他のコーラにも用意した衣装着せていかんとな。今夜はうちの趣味全開で行っとるからな。ちっ、こんなことならフィンたちと一緒にミッションへ行けばよかったぜ。なあ、どこ行くねん、ベート。そこら辺でねえんだよ。あとはてめえらだけでやってろ。だから無理だって言ったじゃないですか。仕方あるまい。とりあえず私たちだけでも参加するぞ。デメテルファミリアへの義理立ては十分なはずだ。じゃあ自分たちは先行ってるっすね。もうベートの行けぞ。やりやがって、やってられるかっての、はあ、あの林で寝るとするか。てか本当に神の連中はめんどくせえ。祭りが始まったのか。妙に興奮しやがって。静かに拾ってんだ。ずいぶんと寝ちまったようだな。妙だな。
騒ぎ声が聞こえねえ。静かになれとは言ったが、こいつは静かすぎる。誰もいねえ。しかもなんだこいつ、祭りがあったんじゃねえのか。何をどうしたら一日で廃墟みてえな光景が広がりやがる。どうなってんだ。うわぁ、やめろ、やめてくれ。の、おい、てめえどうした。なんだこいつ。ああ、どっから湧いて出やがった。ち、寄るんじゃねえ。怪我でもさせたらフィンがうるせえからな。そこで寝てる。の、聞いてねえのか。くそったれ、本当にどうなってやがる。てえのか。これ以上は加減できねえぞ。まさか街中こうなってんのか。次から次へとめんどくせえ。助けてー。ち、なんだよ、他の場所へ行け。そんな、お願い、入れて。くそが。立て、ノロマ。俺が連中を引きつける。とっとと逃げろ。キュン、この胸の高鳴りは恋。それにこの状況、私の王子様、しかも圧倒的イケメン。あの、お名前は。俺は弱え女が一番嫌いなんだよ。逆ってねえでとっとと失せろ。おら、こっちだ、てめえら。こんだけ引きつけりゃ。前からもやってきやがって。仕方ねえ、足の一本やに叩き折って。ベート、こっちや。の、この声、無事だったか。早く塞げ。奴らが来るぞ。ここもバリケードってやつか。で、てめえも引きこもって助かったわけか、ロキ。うわ、ベート、無事やったやな。感動の再会や。誰の心配をしてやがる。それよりお前一人が、
ババアやラウル、今何が起こってる？あの連中は何だ？順番に答えるな。まずここにうちの子はおらん。みんな祭りで離れ離れや。何が起こっとるんかそこも全く把握しとらん。町から悲鳴が上がった途端パニックパニックパニックや。そんで外を徘徊しとる連中、ゾンビが溢れとった。なんだそのゾンビってのは？神々の中やと一般常識やけど、まあ下界のコーラは知らんか。せやな、言うたら死人のことや。痛みも恐怖もない歩く屍。死人？なら町にいた奴らは全員。落ち着き。ゾンビっちゅんは神々の妄想。せめて小説に出てくる作り話や。実際におるもんちゃう。はあ？わかるように話せってのは。つまりあいつらそのゾンビにそっくりやねん。意識、恐怖、痛みを感じへんのって生きとるやつを襲う。で、そいつらに引っかかれたり噛まれたりしたやつが感染してゾンビになる。ちゅうとこまでな。襲ってきた連中にあった噛み傷、あれが感染経路ってわけか。ま、一般人がゾンビになったとこでベートたちの敵やないやろうけど、無力化すんのは骨かもな。戦えもしねえ奴をぶち殺すダセーマネ、俺はしねえぞ。わかっとるわかっとる。体の一部を壊して動きを止めるのもスプラッタやし、うち血とか見てないし。俺がわかる言葉で話せ。見てみ、連中全然めげへんやろ。生きてるもんを永遠に狙い続けるんや。とりあえずここから出て原因を追求せなあかんな。おいおい、正気かよ。ここで隠れてた方が安全に決まってるだろう。いつかガネーシャファミリアが助けに来る。そりゃいつや。明日か3日後か、それとも1ヶ月。水や食料なんて大してないやろ。さっきまでいつものオラリオだったのに、なんでこんなことに。で、騒動の原因、目星はついてんのか？なんでゾンビが生まれたか、そっちは想像がつく。ちゅうか、ゾンビを知っとるんがうちらである以上、どっかのアフが原因に違いない。大方自分が大好きな空想の世界を現実にしたい、そんな風に思っとったんとちゃうか。なんでてめえらは面倒ごとしか運んでこねえんだ。せやけど、そこにうちらを巻き込んでもうたんがそのアホの誤算や。そんなくだらん妄想も、こんな土産量の騒動も、ゼットバスターズがすぐ解決したるわ。ああ、なんだそれ、解毒薬かなんかが？ちゃうわ、どう考えても薬の名前ちゃうやろ。知るかよ。ズバリ、半人半用の悪魔払いをリーダーにした悪魔払い専門の特殊技能集団や。半人半用ってまさか。さあ行くんやベト、オラリオの明日を取り戻すために。ふざけんな、勝手に変な役を押し付けんじゃねえ。しかも俺一人かよ。安心せえ、うちが司令官や。余計うざってぞ。じゃあ、まずは情報収集と仲間集めや。出発するで。おい、本気でここから出る気か。やめとけ、死にてえのか。俺はここから動かねえからな。ぬ、そんなフラグみたいなこと言うたらあかん。やめろ！助け！
俺は絶対動かんとか言うたら襲われるに決まっとるやん。何の話してんだ。ここはもう戻ねえ。さっさと動くぞ。お姫様抱っこ。様のベート、うちこんな状況やのに心から幸せを感じてるわけあらへんやろ。抱っこされるんやったらアイズさんとかリベリアがいい。なんでベートなんや。捨てるぞてめえ。集まりやがって邪魔だってんだよ。何度も言うが殺したらあかんで。その子らはまだ死んでへんからな。ったく、かったれ。屋根の上を行けばゾンビは追ってくれへん。これ鉄則。いや、身軽な冒険者ってチートやな、ほんま。何言ってやがる。にしても思ったよりバリケードがあるな。生き残ってる連中はああして立てこもってるわけか。でこれからどうすんだ。原因調べるには情報が足りひん。こういう時は生存者が多くいるところを探った方がええ。とりあえずな、カジノとか行ってみようか。ここからやったら一番近いやろ。場所そのものもでけえ。人も集まるか。よし行くぞ。ほな、今度はおんぶして、ベートン。屋根から突き落として。でっかいバリケードも、ベート相手じゃ意味あらへんな。おい、どうなってるの？どうなってるの？ああ、なんだありゃ。かあ、よく見てみー、ベート。いいか、この拠点の食料はこの私が分配する。なぜなら私が一番金を注ぎ込んでるからだ。ふざけるな。それはカジノの備品だろ。それは俺だって負けてねえ。そんなことよりも身分の高いものを優先しなさい。生存者同士の物資の奪い合い、これもゾンビものの醍醐味や。よくわかんねえが嬉しそうに語んね。おいおい、俺抜きでリーダーを決めるってか。バカ言ってんじゃねえ。上級冒険者。こんな状況だ。より腕っぷしが強いやつがリーダーをやった方がいいだろう。いい加減にしてください。今は全員で協力していくべきです。こんな時に私たちが争ったって。正論じゃどうにもならねえことがあんだよ、サウザンドエルフ。どんな奴らも我が身大事。さっきだっていがみ合ってただろ。それはおめえは用心棒としていりゃそれでいいのさ。女子供じゃ舐められちまうからな。ここは俺たちのやり方でやってやる。ほら、お前ら奥へ行け。物資を分けてやる。もちろん俺たち優先でな。なんて野蛮な。これじゃあケダモノと一緒です。崩壊した社会でゴロツケどもが調子に乗る。これも定番やからしょうがないな。ロッキー、ベートさんまで。えらいデレフィア。ゾンビものには良心が必要なんや。自分がナンバーワンヒロインや。よくわかりませんけど、とりあえずゾンビって。後で説明してやる。つうかこんなとこで何してんだ。お祭りが始まるのを待っていたら急に人が人を襲い始めて、生存者を避難させてたらここに。つまり状況に流されて何も知らねえってわけだな。チッ、俺たちと一緒か。まあそんな簡単に有力情報が見つからんのもゾンビものの醍醐味や。
こんな場所で騒いでる連中が情報を持ってるとは思えねえ。次に行くぞ。でも、こんな状況のまま出ていくなんて。なあ、それなら簡単や。こういう時は一番偉そうにしとるやつを締めたらええ。それでおとなしなるやろ。野蛮です。うるせえ、静かにしねえか。俺様たちの命令が聞こえねえのか。妙ななりした獣人野郎め、冗談はその格好だけにしとけ。ええ、いや、バナルガント、好きでこんなもん着てんじゃねえんだよ。文句あんのか。いえ、よく見たらその大飯物めちゃくちゃ生かしやすぜ。おせんだよボケが。うわ、自ら狼の尻尾踏みに行ったわ。というより油に爆炎魔法を打ち込みました。まあいいわ、生存者同士の戦いもゾンビ者の約束。やったれ、Z バスターズのリーダー店長や。行くぞ俺。お助け。久しぶりに調子に乗ってごめんなさい。時間を無駄にしたぜ。行くぜ。待ってくれ。どこに行くんだ。あなたたちがいればここを安全に。うちらはこの都市を救わなあかん。見捨てるみたいで気分悪いけど辛抱してくれ。うちら Z バスターズがこのゾンビ騒動をすぐに解決したるからな。 Z バスターズ、ナオタさん。おい、聞こえてるからな、アホ。次はどこで。もう空振りなんざごめんだぞ。そりゃちゃんと考えとるって。情報を取るなら神々の社交場、神聖浴場に決まっとるわ。ああ、正気か。あそこやったらいろいろ神もおりそうやし、デメテルかて常連やからな。デメテル様ってハロウィンの仮装祭りを企画していた主催者ならなんか知っとるやろ。それにこの展開やったら最悪セクシーなゾンビが。またしょうもねえことに付き合わされんのか。よし、 Z バスターズ出撃や。はい、わかりました司令官。受け入れんの早くねえか。誰もいない。おかしいな、堅牢な建物やし避難場所になっとると思ったんやけど。いや、匂いも気配もある。奥の方だ。ち、この部屋も開かねえ。めんどくせえ。ぶち破るぞ。あかんあかん。中に行さんゾンビおったらどうすんねん。ゾンビもので単領はあかんで。あそこに倒れている女性、ギルドの守衛の方でしょうか。お、腰に鍵ぶら下がっとるやん。レフィア、取ってきて。私？わかりました。この人気を失ってますよね。なんやレフィア、ビビっとんのか。パッて取るんやパッと。こ、怖くなんか。もらっていきますね。うわー、冒険者が情けねえ悲鳴あげてんじゃねえ。レフィア、やっぱビビっとった。物取ろうとしたら急に動き出すわ。ゾンビあるあるやで。殴りますよ。あ、ごめんなさい、調子に乗ってすいませんでした。レフィア、堪忍。
いやほら、この鍵で浴場の方に行けるで。よし、この鍵はもう必要ないな。捨てるわ。ちょ、まだ使うかもしれないじゃないですか。ねえコルフィオ、そういうもんなんや、ゾンビものはな。もう、わけがわかりません。無視しとけ、とっとと調べるぞ。ベートか。リベリア様、よかった、無事だったんですね。ああ、悲鳴を聞いて駆けつけたが、どうやら奴らしかいないようだ。ここにも溢れてやがんのか。女神しか入れねえはずじゃなかったのか。非常時やからな、子供好きの女神でもったんやろ。リベリアがこいつら閉じ込めとったん？ああ、外に出すと厄介そうだったから施錠していた。リベリア様、デメテル様は見ませんでしたか？神デメテル、そういえば神デメテルに似た声は聞いたような。まだゾンビから逃げとるかもしれん、もう少し探してみようか。行くで、ゼットバスターズ、新しい仲間のエルフと一緒に。ゼットバスターズ、私もふざけた集団の仲間入りというわけか。おい、よせ、憐憫と自称を一緒くたにした目で見んな。デメテルおらへんな。下着でも落ちてたらベートがクンクンして一発なんやけどな。蹴り殺すぞ。まさか、いつもそうやって匂いを。さすがに軽蔑するぞ。信じるな、誰がやるか。今のは用心しろ、お前たちの言うゾンビかもしれん。で、デメテル、おるか。うぅ、手自分かい。なんでこのヤサ男が嫌がる？っていうか、引っかき傷だらけじゃねえか。大方この騒ぎに乗じて念願の神聖浴場を覗こうとしたんやろ。最低すぎます。待て、あちらに気配が。神デメテル、なんだその反応は。お前も喜んでんじゃねえよ。セクシーな姉ちゃんが序盤でゾンビになる、それもゾンビもののド定番。楽しんでんじゃねえだろうな。なわけないやん。あ、でもデメテルがここでゾンビになっとるってことは、あのおっぱいに顔を埋めながら噛みついた女ゾンビがいるっちゅうわけで、ユリか、ユリなんか、たぎるわ。やっぱり楽しんでるじゃねえか。そもそも神様もゾンビになってしまうんですか。設定的には苦しいけど、おもろいからありや。わけのわからんことを言ってる場合ではない。まずは一旦拘束して隔離する。でもデメテル様やヘルメス様に手を挙げるなんて。状況が状況だ、なりふり構ってられるか。よし、次はいよいよ本命のギルド本部や。人も情報もあそこなら集まっとるやろ。最初からそっちに行けばよかったじゃないですか。そういや、アイズはどうした？あいつはフィンたちとミッションに参加してねえだろ。
ダンジョンに行っているのではないか。昼頃はまだホームで姿を見かけたが。意外とギルドにおるかもしれんな。さあレッツゴーや。バリケードを補強する。材料をくれ。はい、お願いします。おお、まさかここまでギルドが機能しとるなんて、たまげたな。裏口のバリケードも補強するっす。怪我人の方は大丈夫っすか。ん？どこかで聞いたことがあるような声が。あと数人で終わります。さすが私たちの最高戦力。頼りにしてますよ、ハイノービスさん。ハイノービス？で、あれ？皆さん、どっから入ってきたんですか？え、ここの最高戦力がラウル？しょぼー！ちょっと、いきなりひどくないっすか？ラウルが作ったと思うと、途端にあかん感じするわ。こりゃそろそろ壊されて、ゾンビが押し寄せてくるで。やめて！本当に傷つくからやめて！いや、だって、ゾンビものなら真っ先に死ぬタイプやろ、ラウルは。コンバーション、しようかな。とりあえず、アミットさんもいて安心しました。皆さん、ご無事だったのですね。アミット、状況はどうなっている？解決策は見出しているか？それが、何も。え？本当か？てめえが直せねえようだったら誰にも直せねえだろ。お恥ずかしい限りです。オラリオ最高のヒーラーと言われておきながら、この体たらく。ですが、私の魔法をいくら試みても、人々を元に戻せませんでした。今回の騒動の種は、毒ともカースとも異なる、未曾有の厄災。そんな。デアセイントにそう言われると、一気に深刻さが増すな。とにかく情報が足りません。なので現在、ギルドの方々に文献を調べてもらっています。皆さん、関係ありそうな手記を見つけました。なんやて？ナイスタイミングや！ついに完成した。意識も恐怖も持たぬ、生ける死人。いわゆる、ゾンビを生成する飛躍が。この飛躍で作り出されたゾンビは、や、体液の交換で、爆発的に拡散していく。都市に満つ恐慌。阿鼻叫喚の混乱。未曾有の混沌に見舞われる日も近い。惜しむ楽は、という第一感染者の血清を使えば、飛躍の効果は消失されてしまうということだが。むしろ、それが我々の切り札となる。予想した通り、娯楽に植え切った神のいたずらか。しかし、この式はどう見積もっても、数百年前のもの。どうして今さら。当時、何かしらの事情で頓挫したのでしょう。そして、眠っていた飛躍を誰かが掘り起こした。蔵書にところどころ汚れや虫食いはあるようですけど、肝心な部分は残っててよかったですね。はい。第一感染者の結成。これが皆さんを元に戻す鍵に違いありません。でも、外に溢れてるゾンビの中から最初に感染した人を探し出す方法なんて、とても。やるしかねえだろ。冒険にも種類がある。今必要なのは砂漠の中から砂金を見つけ出す類の冒険だ。ベートさんって時々哲学言うっすよね。見かけによらず。ああ、見かけによらずな。あれで私も学ばせてもらう時がある。聞こえてんぞてめえら。せめてゾン
備が溢れ出したんがいつ頃なんか、兆候があったんかは知っときたいな。でしたら避難民に情報を聞いてみましょう。話を聞いていけば割り出せるかもしれません。あれ、エイナ手を怪我してるよ。え、あ、本当だ。いつの間に本を探してる時切っちゃったのかな。チュールさん、見せてください。傷を塞ぎます。ありがとうございます、テアサナーレシ。済んだならさっさと探すぞ、時間が惜しい。聞いて回っても情報はバラバラ、異変の兆候をつかめないっすね。突如混乱に襲われたからな、仕方なくはあるが。ちょっとしっかりして。あ、なんだ。どうしたの？どこか痛いの？な、まさかゾンビか？バカな、ここには噛まれた人間はいません。私たちが徹底して調べました。なのにどうして？いけません、被害を止められない。しかもいろんな人がゾンビになってます。冒険者の人たちまで。恐れてた事態が起こったか。今までより数十倍はタフになったと思うんや。の城が檻に変わってしもた。やっぱりロールが作ったバリケードじゃこんなもんや。これ以上自分の胸をえぐらないでほしいっす。大変、レイナ、私たちも逃げなきゃ。レイナ、レイナ、どうしたの？エイナ、よいしょ。エイナ、嘘だよね。私だよ、ミーシャだよ。まさか、そんな。クソ、離れろフロット。エイナ、しっかりして。エイナ、お前まで。友への呼びかけも無意味。間近で見ると、なんて酷なんや。ロキ、お願いだから口開かないでください。なんかもういろいろ台無しっす。それより感染経路は何なのですか？わからない、何もわからない。一体何が。リベリアン様。エイナ、ベート、貴様、何をする。何ふぬけてやがるババア。てめえまであいつらの仲間入りしたらもう手に負えねえんだよ。虚勢でも何でもいい、いつもの澄ました面をして偉そうにご講説を垂れてろ。ベートさん、お前に諭されるとはな。集体を見せた、もう大丈夫だ。ありがとう、ベート。まだ調子は戻りきってねえだろ。ハイエルフの監視なんて鳥肌もんだぜ。安全な避難所でパニック発生。これもゾンビものならではやけど、ちょいシャレにならんな。生存者は、もう、我々だけのようです。しゃあない、Z バスターズ、ここの拠点を放棄、ずらかるで。ええー、
せっかくここまでバリケードを作ったのに。こうなっては事態を鎮圧する意味もない。急げお前たち。何が原因で感染するのかもうわからねえ。かすり傷一つもらうんじゃねえぞ。ギルド本部も落ちた。ここからどうするすか？ひとまず、どっかのバリケードに逃げ込むしか！ん？どうしよう。動くなって言われたけど。あら、酒場の店員か？あ、ロキファミリアの皆さん！なんと、シルちゃんやないか！こんな屋根の上で一人どうしたん？実は助けてくれた方々がいたんですけど、今は離れ離れになってて。あ、そうだ、皆さんお願いします。ベルさんを助けてください。ウサギ野郎もおかしくなっただと？はい、地下水路を掃除中に。実は私を助けてくれた人たちにもお願いして探してもらっているんですけど。でも驚いたっす。上級冒険者を傷つけるゾンビがいるなんて。あ、ゾンビ？ベルさんは誰にも襲われてないですけど。どういうことですか？一緒に地下水路を掃除中、ベルさんが急にうなり声を上げ出して。それはいつだ？昼頃、地下水路に入って、その時にです。昼頃、まだ街は平穏だった。そして、ゾンビが爆発的に増え始めたのが夕方。そう考えると、彼が第一感染者の可能性は高いです。少年に用ができたな。シルちゃん、地下水路のどこではぐれた？ダイダロス通りです。あの辺りの地下水路は子供たちが遊び場にするので、危険がないように柵を用意してて。ったく、まためんどくせえところに。あっ！なんや？あれを見てください！近くのバリケードが破壊されています！一つや二つじゃない。どうなってるんすか？バリケードが！人って嘘。やつらがなだれ込んできやがった。助け。アマルくん、大丈夫なはずだ。ここのバリケードは頑丈って言ってるそばから。お前はお前は逃げろ。ここから離れるんだ、早く。おいおい、おいおいおい、ちょい待ち。この感じ、まさか。ロキ、下がってろ、来んぞ。嘘っす。いよいよ悪夢の息だ。
お前まで、とはな。ジャガマウくん。ハイズさん！そんな、信じられません。ハイズさんまで。どうなってやがる。つえお前が。なんでくだらねえもんの仲間入りをしてやがる。てめえを潰す。今のてめえには心底腹立ってるが、それ以前に好き放題されるとシャレにならねえからな。ああ、合図を止めなければ被害が拡大する。全力の剣気が私たちの敵に。聞か、今のてめえは本気なんだな、あいつ。ジャガマウくん。逃げられた。ジャガマルくんと言っていましたが、まさかジャガマルくんを探して都市を無作為に。街が吹き飛びまくって、被害が段違いに。めちゃくちゃやで、アイズタン。飛び回るゾンビとかイメージぶち壊しすぎや。あんな最強ゾンビがおるなんて、終わりや。オラリオの終わりや。バカなことを言うな、と言いたいところだが、やれやれ、いよいよ後がなくなってきたな。訓練でも喧嘩でもね、全力の合図。あの覇気のねえ面を見たときは殺意すら湧いたが、今のあいつは手加減を知らねえんだな。ベートさん、何を笑っているんですか。アイズさんがゾンビになってしまったのに、不謹慎です。最低です。ああ、笑ってたか。悪いね。ベートさんが謝った。ひとまずこの場所から離れるで。ああ、ベルクラネルを追うにしても、合図を迎え撃つにしても、まず対策を考えなければ。いいな、ベート。ああ、俺もてめえの頭を冷やす時間が必要だ。よし、行くぞ。